通学する子どもたちの安全を確保しようと、福岡県内の通学路周辺で一斉にスピード違反などの取り締まりが行われています。このうち福岡市東区にある福岡市立香椎小学校の通学路では、登校時間に合わせ午前7時から交通違反の取り締まりが行われました。使われたのは可搬式オービスで、移動させて車両の速度を測定し、違反した車のナンバーや運転手を撮影します。今日は開始から1時間半の間で自動車3台の速度超過が確認されました。速度を守って走ること、それと小学生や歩行者の安全に配慮しながら注意して通っていただきたいと思います。警察は児童ら歩行者側も道の横断の仕方や細い歩道の歩き方に注意して事故を防いでほしいとしています。